私の場合は生まれ育ったのも東京なので、単純に東京の大きさというのはやっぱり世界的に見ても大きい街だなっていうふうに思いますし、ただのその平面の一つの面積ではなくて、それがさらにレイヤーとしてまだあるので、よくこんなに立ってたなっていうふうに思ってます。中目黒に来ました。若い人のファッションだとか、あと飲食店などもすごく多くにぎわっている街なんですけれど、これからのワルツというカセットテープにフォーカスのあるお店に行ってみようと思います。ケブコミュージックというレーベルは東京帰ってきてすぐに始めたんですけれど、東京がいいというか、そのたまたまのタイミングだったんですけれど、カセットテープをたくさん取り扱ってるワルツさんとか、そういうお店があるっていうのはすごく心強いですし。こんばんは。この辺は基本新譜なんですか？そうです。テーブルの上に並んでるのが今現行でリリースされているニューリリースですね。で、こっちのテーブルがエクスペリメンタルなもので、アンビエントとかノイズとかドローンとかもありますし、フリージャズみたいなのもありますね。結構ですね、毎日のように世界中のレーベルやアーティストからうちの店に扱ってほしいって問い合わせが入るんですね。で、その音源を全部僕が聞いた上で、うちの店のテイストに合うものだけ選んで仕入れてる感じですね。テープ聞いてみましょうか。おすすめのなんかね、結局全部僕が聞いた上で仕入れてるんで全部おすすめなんですよ。です、はい、この高弘向井さんっていうのは大阪を拠点にしているエレクトロニックのアーティストなんですけど、はい、すごい多作な方で、カセットテープって今何曲目が再生されてるのかすらわからないところがあって、はい、そういう面倒くさい可愛さみたいなところがあって、そこがすごく好きですね。僕もそれに対してすごく共感できるところがあって、やっぱ聞くことに労力を要することによって流れてる音楽にしっかりこう向き合うことになると思うんですよね、はい、それがテープのすごい魅力だと思います。お先に5009円お返しです。東京のすごくその特徴かなと私が思ってるのは、一つのセンターがあるっていう街ではなくて、いくつものセンターになれるぐらいの大きさのタウンがつながってしまってるっていう、そういうマルチタウンみたいな構造になっている。今南新宿に来てます。住宅街とあと新宿にも近いのでオフィスのビルなどもたくさんあるところです。これからスピンコースターというハイレゾ音楽が聴けるバーに行ってみようと思ってます。会社作る中で理念にしたのが、音楽を通じて人生を豊かに。ここのお店専用のページを用意してて、でここからアーティストとかこう、カラオケの田目みたいな感じで、はい、ここから選んでもらって、アキコさんのアルコか、あ、これですね。これの8番目にあるって感じなんで、こう置いてる。10、あ、これですね。8、これです。このバーに置いているスピーカーが2種類ありまして、こっちに置いているコーンっていうスピーカーと、あとこの後ろにあるムジークっていうスピーカーで、どっちがいいとかそういう話じゃなくて、なんか自分の好みで、この曲はこのスピーカーが合うよねとか、この曲はハイレゾが合うよねとか、この曲はレコードが合うよねとか、そういう発見だったりコミュニケーションがこう広がっていくっていうのが、究極だとなんかウェブで最初は知り合ったんですけど、初めてのデートがここで、でここで仲良くなって、でプロポーズもここでしてみたいな、この場所なかったら結婚してなかったかもしれないって考えると、なんかそういうのがやっぱ一番嬉しいですね。私自身もミニマル音楽がやっぱり一番メインとなるタイプの音楽をやっているので、常にその横の流れと、横というのは時間軸なんですけれど、時間軸の流れとハーモニーですね。一見なんでしょう、バラバラというか、そこに秩序がないような
感じに聞こえても、まあ、実際は何かしら音楽的な秩序があるっていうふうに聞かせたいっていうのを意識してるので、そういうクラシックの時に得た聞き方だったりとかの影響はあるんじゃないかなと思います。ライオンカフェはクラシック音楽を大きなスピーカーで鳴らしてっていうすごく珍しいカフェで、まさかああいう飲み屋さんだったりとか人がたくさんいるようなところでああいうスタイルの喫茶店っていうのをもう100年近く営業されてるっていう、まあ、そのこと自体が驚きで、はじめレコードかけるだけで流行歌をかけて、昔ね、そういう大正時代は昔恋しい銀座の柳とかっていうね、それである時お客さんがレコード持ってきてこれかけてください、それがクラシックのレコードだったの、それでそれを聞いた時に初代が、あ、これはいい音楽だ、これにしようって、クラシックにしようって、クラシックに変更したんです。戦争で焼けましたから、で昭和25年に再建したんですよ、はい、その時にここを増築して、それでこのオーディオを特注で作らしたんです。これロンドンのライオンベーカリーからもらってきちゃった。もともとロンドンにあったのを、それの、なんていうの、看板をもらってきちゃった。ロンドンでね、ライオンベーカリー探したんですけど、3時間だったからちょっと探せなかった。わかんなかったですね。ビッグベンは見てきました。モーツァルトおじさんっていうのがいましてね、その人が、自分が注文したモーツァルトがかかるとお客さんがちょっとでもガタッとしようもんなら、うるさいうるさい、前まではそのお客さん喋ってたり商談もしてたんですよ、向こうのね、だけどそれもなくなっちゃって静かに聞くようになったんです。モーツァルトおじさんのおかげでございます。はい、渋谷にはたくさんのクラブが、大きなものも小さなものもあるんですけれど、今日はその中の一つのオースに行ってみようと思ってます。オースは以前青山の方にあったんですけれど、最近こちらの渋谷エリアに移転してきて、で私自身はまだ行ったことがないので今日初めて行くので楽しみにしてます。すごいですね、シャンデリアの数でいうといくつあるのか。70個ぐらいあります全部で。今で言うとやっぱりテクノとかハウスとかが結構多いんでしょうか。オースの時代がやっぱり四つ打ちのテクノとハウスを軸にこう組んでた番組が多かったんですけど、向こうは1階でやってたお店で、こっちはまた地下のお店なんで、来るお客さんの遊び方とか音に対する向き合い方も変わってくるので、大きい箱に行くってなると多分ドアで3000円4000円っていうところを、小箱だと毎日1000円で、大きい箱の良さもあると思うんですけど、小さいところだと細かいところにこだわりが持てるというか、オリジナリティがあるというか、あとはお客さんとの近さが一番の腕だと思います。全部のスタッフがやっぱりお客さんと話しながら踊りながら仕事するっていうスタイルで今やってるんで、オースがそれをずっとやり続けてきたから、こうリピーターさんが多いんだろうなっていうところがあると思います。